トゥルン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 トゥルあの計画の仕方を紹介したいなと思っています。というのも私は普段電動車椅子を利用して移動してるんですけど、でその際に行き先を決めるときにどうやって決めてるのとか、なんかこう計画どうやって立ててるのみたいなところを今日は話していけたらいいなと思います。はい、でね、まずは今まで私が行ったことのあるところを紹介していけたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。はい、で今まで私が行ったことのあるところなんですけど、私はまずこういうのを作っていて、やっぱり人生って長いようであっという間に過ぎてしまうっていうのがあって、私は今22歳になったんですけど、もうね、20歳過ぎて、やっと大人の仲間入りをしたわけなんですけど、ここからはもうどんどんこう、年齢を積み重ねていって、こう、老いていくわけじゃないですか。で、それで、まあ、せっかくね、この地にね、こう、命を授かったわけですから、授かったっていうか、何?ここに命を、私っていうね、この私を今生きさせてもらってるので、こう、私がね、こう、やりたいことを、この人生の中で、全部やってから最後旅立とうっていう考えがあって、それでこれがねあって、行きたいところとかやりたいこととかバーって書いてあるんですけど、で行ったところも書いてあって、じゃあねちょっと紹介していきますね。はい、でね、ちょっと前は結構その泊まりとかではなくて日帰りとかでも行っていました。そう、日帰りで行くことが多かったんですけど、最近になって少しずつ一泊とかそういう感じで泊まりの旅行もするようになりました。私は高校生まで障害者水泳をやってたので、その障害者水泳の試合とかでも、試合でまず行ったところを発表します。仙台でしょ、愛媛でしょ、それから奈良、それから福岡、大阪、静岡、あとどこだ、茨城、これね間違えるとやばいから2つ1つにも行きました。まあ、大体、そんな感じかな。水泳関係で行ったのは。で、まあ、水泳関係で行ったところは、その、水泳の試合とか合宿だったから、観光じゃないから、その、まあ、行きたいところ、まあ、行ったところはプールだけなんですよ。そう。それで、でも、その、試合の前日とかに前日入りして、泊まるので、その、美味しいお店は一つ行くようにしてて、で、仙台行った時は牛タンを食べたし、あと、福岡では、もつ鍋とか水炊きっていうのを食べました。あとは京都、京都はね結構長いこといたね、5日間いました。で、京都はホテルのバリアフリーを調査するっていう意味で5日間滞在したんですけど、結構ね嵐山とかも何バリアフリー整ってたし、あと祇園と花見、なんだっけ、花見工事、花見小路って言うんだっけ、花見小路とか錦市場とか清水寺とか銀閣寺も行ったことあるし、盆土町っていうとこも行ったことがあります。で、まあこんな感じで京都は結構整ってた。あとは八ヶ岳とか、あと兵庫、埼玉、伊豆、下田、福島、あとは東京都内だと下北沢、原宿、新宿、表参道、高円寺、中野、横浜、浅草、東京駅の周りで国会議事堂だったり、三菱第一号館美術館、明治生命館、皇居、二重橋、日比谷、銀座、秋葉原、お台場っていうのが私が行ったことあるところでございます、今のところ。で、この間、国境を越えて、タイに行きました。そう。あとは、まあ、キャンプとかでは、奥多摩とか、奥多摩となんだっけ、もう一個行ったことがあります。そう。こんな感じで、まあ、いろんなところに行ってきたんですけど、私が行くにあたって、まあ、動画にして、バリアフリー調査っていう形で撮ってはいるんですけど、この撮影のため、このネタのために、
行き先を決めるっていう感じではなくて、事前に私が行きたいところっていうのをこのノートにバッて書いてあるので、でそこで私があの行きたいところをまず決めて、もうね1年前ぐらいから決めてます。そういうところって、まあ愛媛とかね、例えば大阪とか行く場合はもう1年前ぐらいから計画して、それでなるべく安く行けるようにこうその何お金の管理っていうのを1年間通してやって、やっと行くっていう形をとっています。でバリアフリー面に関しては、私は結構電動車椅子には乗ってるんですけど、まあ少し私は杖で歩けるっていう点があって、これがちょっと違うんですよね。これで全く歩けない方とちょっと歩ける方で結構旅の計画って変わってくると思うんですよね。そう、私の場合は結構そのバリアフリー、行く先がバリアフリーかどうかっていうのはそんな細かくは調べてなくて、ところまあ大阪でも大阪の中のどこに行きたいのかとかあるじゃないですか。京都でも京都のどこに行きたいのか、祇園に行きたいのか、清水寺に行きたいのかってあるじゃないですか。そう、それでその行く場所が決まったらそこのバリアフリー面をこう一応調べるんですけど、そこまで詳しくは調べてなくて、まあ階段なのかスロープなのかエレベーターがついてるのかぐらいを私は調べています。それでまあ万が一ね行った時にそのやっぱ階段があったとかね、そういうのはあるんですよ結構ね。だけど私は一応杖で歩けるから、そういうとこに出くわしても車椅子止めて杖で歩いていくっていうことができるんですけど、完全に歩けない車椅子の方だったら、その、やっぱり細かくね、こう調べていく必要があるのかなって思います。例えば新幹線に乗るにしても、新幹線のその車椅子席が空いてるのかとか、あとは、行く先のバリアフリー面、例えば多目的トイレがついてるのかとか、ついてないのかとか、あとは、まあスロープ、エレベーターもそうですけど、まあその道が舗装されてるのかどうかとか、そういうところもやっぱりちゃんと調べていかないと、行った先で歩けないから、そういうところに出くわしたら困ってしまうっていうのがあるのかなって思います。今はなんかいろいろと、なんだっけ、なんかね、バリアフリーの場所を紹介しているアプリとかもあって、ちょっと今ね、わかんないんですけど、そういうアプリもあって、みんながこう、車椅子で行ったところで、こういうところ良かったよとか、ここはちょっと行きにくいよとか、そういう口コミがこう書いてあるアプリとかもあって今は。そう、だからそういうのを見ていくっていう手段もあるかなって思います。で、私はね、結構、その、まあ、安く、楽に行く方法を結構考えていて、よく使う手段としては、高速バスですね。高速バスとか、あと夜行バスを利用することが多いんですけど、新幹線とか飛行機とかって、めっちゃお金がかかるし、結構盛大なね、旅になると思うんですよ。そう、まあ、盛大な旅になるっていう点では結構なんか気分も上がるしいいんですけど、まあ、金銭面とかを考えて私は夜行バスとかあと高速バス乗って行っちゃうことが多いんですけど、でそういう高速バスっていうのは予約、事前にね予約しなきゃいけないんですね。それで私が感じたのは予約するときにネット予約が基本だと思うんですけど、こう検索をしてそこに書いてあるそのバスのバス会社に電話するんですよ。電話して、電話での予約をお願いしたいんですけどって言って、で、車椅子を利用しているっていうことを言うんですよ。そうすると必ず聞かれるのが電動ですか手動ですかっていうのが聞かれて、それで自力で登れますかっていうのがまず聞かれるんですよ。で、登れますって言って、で、車椅子折りたためますかって聞かれるんです。多分、車椅子が折りたためないと乗せてもらえないのかなっていう感じがすごく私はしています。今まで結構利用したけど、まあ、折りたためるんだったら大丈夫ですよみたいな感じの言い方を結構されることが多いので、で私一回電動で京都行った時は夜行バス乗ったんですけど、電動だったので、その乗る時に、これ電動ですかとか言われて、で、電話ではね、OK もらってたの、予約するとき。そう。だから、まさか乗れないとか思って、だけどちゃんと電話で許可取りましたよって言って、で、これ一応畳めるんですよって言ったら、じゃあいいよ、みたいな感じだったんですけど、多分、基本的に電動はダメなんですよ。そう。そこをなんかちょっとね、悲しいなって思って。で、まあ、高速バスで、バリアフリー、リフトがこうついてる、バスっていうのは、見たことないし、だからそういうのを予約できるのかわかんないんですけど、そういうのがね、あったら、結構いいなって思いますね。
なんかこう一日に何台かそういうバスがあって、車椅子の方が乗れる、そのまま乗れる、どんな車椅子でも乗れるっていうバスがあったらすごくいいなって思うんですけど、そうで私たちはあのバックパッカーをこう目指してるので、そうだいたい旅をするときはあの荷物は少ないです。タイも4泊、タイもね4泊したんですけど、で日本で全泊して計5泊6日みたいな感じだったんですけど、まあ、着替えはね1セットしか持ってってないし、だから旅先で、まあ、洗濯したりとか、まあ、そういうのも洗剤持ってけばできるし、あと水洗いとかねだけでもできるし、まあ、そんな感じで結構その身軽な感じで行くことが多いです。そうするとやっぱ移動もしやすいしね。そうで海外行くときはやっぱり電動車椅子だとその、まあ、行く先のバリアフリー環境がちょっと分かんない点が多いので、手動の車椅子で行くようにしています。で手動の車椅子はあの軽いので、万が一こう階段とかね段差で壊した時に自分が歩けなくても、まあ、乗ってる状態で、まあ、周りの人に声がかけれれば持ち上げてもらえるっていうのがあるかなと思います。で、まあ、私は歩けるので、あの一度立って車椅子だけ運んでもらうっていう感じ、その階段で壊した時にこう運んでもらうっていう感じをとっていましょう。でまだ海外は1回しか行ったことないんですけど、タイね、そうだけど、まあ、今後いろんな国に行ってみたいなと思うので、なんかすごく楽しみなんですけど、タイでねこの年末年始、もうすぐ年末年始だと思うんですけど、あの私たちのこう過ごし方を教えてほしいというコメントもいただいておりましたので、まあ、ついに今日発表したいかなと思います。行く日にちは言いません、行く日にちは言わないんですけど、この年末はですね白川郷に行きたいと思います。はい、ということで発表しました、白川郷でございます。この年末のどこかでですね白川郷に行ってきます。はい、というのでまあ長靴もねあの用意しましたし、あの用意っていうかね、私は長靴をね実家で履いてたのがあったので、実家から長靴を持ってきて、あと上着はなんとなくこれで行こうかなっていうのを決めましたし、はい、いい感じでございます。で今回は新幹線に乗っていきます。そうだから結構快適、最初は夜行バスみたいな感じでこう行き帰りともに夜行バス使おうかなって思ったんですけど、ちょっとまあ時間とかねいろいろあるので、あの新幹線を利用して行きたいかなと思っております。寒いところめちゃくちゃ苦手なんですけど、白川郷だけは見てみたいなっていうのがあって、あと雪国に車椅子で挑戦したいっていうのがあったので行くことにしました。はい、私スキーとかそういうのやったことないんですけど、そのだから雪のある地域っていうのは全然その雪っていうのをあまり体験したことがなくて、あの関東でね雪がこうズドンって積もることってあんまなくて、だから毎年まあ寒いだけの冬を過ごしてきたんですけど、今年はすっごい雪見れるのかなとか思ってめちゃくちゃ楽しみでございます。そう、今回も手動車椅子で行く予定なので、まあいろいろねハプニングあると思うんですが、あの白川郷のねあのバリアフリー状況も動画にしていきたいので楽しみに待っていてください。ということで今日はここら辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。